はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。プリンセスコネクトリライブ始めていきましょう。今回はウィザーディングアウル、はい、こちらのイベント後半をやっていきたいと思います。失踪開始。さあ、これで当然ボス戦がやってきますが、受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。まだハードは解放されてないんで、ハードを解放したいですね。明日でこの学園ともお別れか。まったく、急すぎんのよ、卒業なんて。まだ痛いのに、ここでみんなと、まだあるのに、青春でやり残してること。実は一回やってみたいって憧れてたのよね。夕暮れの放課後、制服で。って、あんた、なんでいんのよ。自分の片付けが済んだから、私の手伝いに。ああ、もともと私の付き添いってことだったから、私と一緒にあんたも卒業するのよね。それと渡すものが、これ、スズナからの伝言。徘徊、キャルッチ。背景よ、背景。誰が徘徊してるのよ。手紙でも突っ込ませんな。誤字脱字とひらがなと丸っこい文字と色使いまくりで読みにくすぎるわ。なるほど。明日、ささやかだけど私たちの卒業式を準備してくれてるんですって。それで卒業生代表の挨拶を私に考えといてねって。まったく、そんなこといきなり言われても困るわよ。そもそも卒業生って私たちしかいないじゃない。おお、まあまあね。あんたは？私もあんたと一緒で楽しい。なんでもないわよ、バカ。なんか最近感情だだ漏れなのよね。これも青春ってやつのせいかしら。はあ、もっぺん言ってみなさい。殺すわよ。から知って、ああ、そういうことであります。以上、お祝いの言葉とさせていただきます。ん、起きなさい、スズナさん。司会者。ん、あ
また。やばいなこれ。気にならない素振りで気が気じゃなかった。ラブレター、ラブレター。あんたらもっといい感じのとこチョイスしなさいよ。強がってても本当はとっても優しくて、眠い目こすって深夜まで勉強、修学旅行でいっぱい笑顔を見せてくれて、圧倒的な魔力で私の傲慢な鼻を折ってくれて。バーサーカーって呼ばれても何度バカって言われてもベタベタすんなって怒られても、何この地響き。見ろ、なんだあの巨大な影は。あの方向、学院長、まさか。もうすぎ、あそこはアルゲウスが封印された地下室の。アルゲウスってなんか最近聞いたことあるかも。話したわ。アルゲースは800年前この地を荒らしたと言われる一つ目の魔物、大賢者アンブローズ様に封印されたという伝説の。ああ、その時にあの鐘に穴が開いたんだっけ。で、なんでそんな奴が蘇ってんのよ。正直昔のことすぎてアンブローズ様の伝説に現実味はなかった。事実この800年間何も起こらなかったし、地下室の管理がずさんだったことは確か。悪意のある何者かによって封印が解かれた。あの、今更なんですが思い出しちゃいました。私がこの学園に編入するって決めた時のこと。今この状況で話してる場合ですか。その時私マスターから頼まれたんです。この学園にはアルゲースという魔物が封印されているから、もしもの時にお兄ちゃんを守ってほしいって。学園生活が楽しすぎてすっかり忘れちゃってました。何ですかそれ。今は言えてる場合じゃありません。封印が解かれた原因はチュクムのです。うん、ありがとうニノンちゃん。ここから名誉万歳です。地下室に行ってみましょう。ちょっとちょっとちょっと、なんかあいつこっち来てない？おーい、アルゲースっち。今ギャルッチの卒業式中だから向こう行ってくれると嬉しいかも。魔物に声が届くわけないで。
うん。何だろう。めっちゃ喋った。あ、見てキャロッチ、あいつ人掴んでる。人掴んでる？うわ。話せよ。俺はお前の封印を解いてやった恩人様だぞ。うぬぼれるな人間。お前の力など借りずとも、我は目覚めてみた。マフーバー、あの忌々しい鐘の音を聞いた瞬間にな。蘇ったの私の戦鬼。呪い人間はとうに寿命が尽きておるだろうな。憎きアンブローズ、貴様はこの手で奴先にしてやりたかったぞ。え？俺は任務をやり遂げ、貴族様からたんまり報酬をもらうんだ。その金で南国でも行ってよ。悠々自適な生活を。え、それでいいのか？黙れと言っているのが聞こえないのか？アンブローズがいない今、この憎しみは世界にぶつけよう。座って始めに破壊してやる。アンブローズ魔法学園、吐き気を催す名を冠するこの学びやをな。旦那様、いかがなさいますか。シャレにならん。こんな大ごとになるなんて聞いてないぞ。私はキャルの卒業式が邪魔されるだけでよかったんだ。やつの悲痛な顔を拝みに来ただけなのに巻き込まれてたまるか。知らん。私はこの件に一切関与していない。今すぐに言えるぞ。逃がしません。カフェに耳あり、小心に目あり。今の話はしべって聞きましたよ。この腐れけど。クスクス。よくもあのお方の晴れの舞台を怪我しましたね。覚悟しなさい、この神くずめが。私がなんとか時間を稼ぐから、あんたはみんなを避難させて。あんたならそう言うと思ってたわ。悪いけど言い合いしてる場合じゃないの。早くみんなを。逃げないよ、スズナ。短い間だったけど、キャルッチの青春がいっぱい詰まったこの学園を破壊なんてさせないんだから。生徒が前向いてんのに教師が背向けられるかよ。なんでかしらね、こんなに震えているのに逃げる気がしないの。よっしゃ、さっさと片付けて続けようぜ。キャルの卒業式をよ。どうしようね、魔力の低いあんたたちがいても意味ないのよ。でも逃げない。ほんとバカ。敵
当に時間だけ稼いで逃げようと思ってたのにできなくなったじゃない。あんたたちのせいでこいつぶっ倒すしかなくなっちゃったじゃない。恐れを知らぬ視界に満ちた目だ。気に入らん。忌々しいアンブローズを思い出す。まあよい、許せろ。この程度か、目覚めの準備運動にもならんわ。よし、聞いてるぞ、魔法の矢。今だよ、キャラッチ。そうだな、逃げろって言ったのに。あんたってやつは最高よ。決めよう。お。やってみましょう。800年も寝てたんならずっと寝てなさいよ。
よしよしよし。これが明日を切り開く力だ。どうだ、参ったか。これが天学一の優秀魔法使い様の力だよ。ねえ、キャルッチ。ヤサヒデって何よ。え、ヤサヒデはヤサヒデだよ。ねえ、ヒデサイ。わかったわ。優秀のこと言ってんのね。ヒデサイだの、ヤサヒデだの。あんたは魔法の前にまず言葉を勉強しなさい。でも伝わってんだからいいじゃん。うちとキャルッチは言葉以上のもんでつながってるし。え、それは急にそんなこと。あ、ポルゲイスッチが逃げちゃった。このままだと安心して卒業式続けられないし。行くよ、キャルッチ。ちょ、待ちなさい、スズナ。追いかけるわよ。で、ハードが解放された。そうに見えない。気のせいだろ。
お、ラクの絆レベルアップ。受け取ることができる報酬があるようです。確認してみてください。レベルが上がりましたね、ここで。ハードボスを倒す前にキャラをレベルアップいきましょう。行きましょう。あ、悲惨出ない。あー、ダメか。あー、一緒に、はい。ここからアリーナに。ノンストップで行くよ。来た。あなたのこと、特定の条件を達成すると報酬がもらえますよ。頑張りましょう。私の魔法はみんなを、あなたを守るためにあるんだよ。
私は別に制服とか着なくてよかったのに。エンディングいきましょう。いなかったらと思うと本当にありがとう。そうだ学園長、アンブローズ様の銅像の隣にこいつらの銅像を建てましょう。いらないわよ。許しませんわ。むしろこれくらいで済んでありがたいと思いになることね。本当なら斧でぶっ壊して差し上げたいところですが、あのお方にあまり過激なことは止められておりますからね。デコピン5万発の刑ですわ。このでも逃げる素振りを見せたら追加でしっぺ10万発ですわよ。ちなみにただのしっぺではございませんわ。王のでしっぺです。しっぺな。私できちんと罪を償います。おのおの方、キャルさんがモモロを退治したそうです。接後は天下無双の魔法使いです。そうだよな。ひとまずこっちは一件落着ですね。じゃあ私たちも屋上に戻りましょう。え、ごってん承知です。キャルさんの卒業式。さーてと、くたくただし帰りましょうか。うん、まだ式の途中。最後のキャルッチの挨拶が残ってるし。ち、覚えてたか。わかったわ。じゃあするわよ挨拶。一応言われたから手紙書いてきてるしね。いいね。わーい。じゃあみんな拍手。まずはみんなにお礼を言わせてください。今日は私のために卒業式を開いてくれてありがとう。ここで過ごした期間は長くなかったけど、楽しい思い出がたくさんできました。これもすべてみんなのおかげです。アンブローズ魔法学園を卒業した後もここで学んだことを胸に。けっ、なんだそれ気持ち悪い。はあ、そこの君、静かにしなさい。キャルさんの挨拶の邪魔だ。大人は黙っててくれ。おいキャル、最後に猫かぶんじゃねえよ。俺たちが聞きたいのはそんな行儀のいい言葉じゃねえ。俺たちはお前の生の声が聞きてえんだ。そうだろみんな。ああ、らしくねえぜキャルちゃん。うん、いつも通りでいいよ。
んたたち。キャラッチ、スズナ、ちょ、何手紙取ってんのよ。あら、ごめんね。でもうちもみんなと同じ意見かも。キャラッチの本当の声聞かせて。わかったわよ。じゃあ聞きなさい。はっきり言っとくけどね、私は学校が大嫌いよ。キャルさん、優等生のあなたが何。大人が邪魔しちゃいけません。私はずっと思ってた、学校っていうのは不自由な檻のようなもんだって。理不尽な校則に縛られて、自由も時間も奪われて、やりたくもない勉強をして、こんなの檻と変わらないわ。そして本当はあんたたちもそう思ってる。でもあんたたちは一人で生きてく力なんてないひよっこだから、うん、弱い者同士群れて必死にはみ出さないように歩幅を合わせて、そして歩幅が合わないやつは異分子だって排除して。だから学校も、うん、そこに通ってるあんたたちみたいな学生も私は大嫌いだったわ。青春って言葉だって、そんな窮屈な毎日を取り繕うための言葉だと思ってた。自分たちの毎日がつまらないなんて認められないから、青春だよねなんてキラキラしたふりをして必死で自分たちをごまかしてるだけだって。だからそれを確かめるためにここに通ってみたの。放課後の学生たちの楽しそうな顔なんて嘘だって、青春なんて羨ましくもなんともないんだって。でも違った、実際経験してみたらそんなに悪いもんじゃなかった。私はここで確かに青春してた。群れるのが嫌いだなんて言ったけど、一人じゃきっとできなかった。だから感謝してる、ありがとう。終わりって、なんかよくわかんないこと言っちゃったわ。今すぐ忘れなさい。相変わらず口の悪いクソメガネだぜ。でもそれを聞きたかったんだよ。最高のスピーチだったぜ。キャルさん、こちらこそありがとう。そして卒業おめでとう。ありがとう、スズナ。何キャルッチ。あんたにもお礼を。あんたがいてくれたおかげで楽しかったわ。ありがとね。はい、握手。うん、握手。うーん、そキューキャルッチ。うちもキャルッチと一緒にいられて、ちょ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 、キャラッチ見てたら燃えてきたよ。うちも頑張る、ここででも留学に帰ってからも。うん、応援してるわ。あんたもありがとう。うん、大満足よ。まあ一個だけ叶えられなかったけど、そこまで望むのは贅沢ってもんよね。イチゴのクレープお待たせ。おっとお客さん、これは料金もらいすぎだ。うちは学割サービスがあってね、放課後の学生さんは半額なんだよ。おお。はあ、何それ、ずるね。学生ってだけでそんな割引が受けられるなんて。ちょっと歩いてみましょうか。
これが噂の買い食いってやつ？おいしいわね。あんたも？そうよね。何度も二人で歩き慣れた街並みなのに、なんか緊張しちゃうわ。絶対この制服が原因よね。やっぱり着替えましょうか。もう気が済んだわ。何よ、バカにすんじゃないわよ。いいじゃん、ちょっと憧れてただけなんだから。制服デート、うん、バカになんかしてない。だったらいいけど、せっかくだからもうちょっと歩きましょうか。あ、何よ、実はあんたも憧れてたんじゃないの。しょうがないからあと10秒だけつないでてやるわ。日が暮れるわね。明日からはまた美食殿での忙しい日々が戻ってくるのね、うん、だからこれが最後。もうこんな経験は二度とない。これが私の青春よ。全然私は振り返らないの。これからはもっともっと楽しいことが待ってるんだから。当たり前でしょ。私たちと同じ制服着てるのにイケてるわよね。まあスーパーモデルと張り合う気はないけど。ギルド管理協会、お疲れ様です。ここではねえ、あんた期末試験の結果よかったんだよね。行ってみよう。ピンポン。
ちみちあんたは私に倒されるって言ってんのよ。今とか危なげない。削った。キャンプに乾杯。行ってみよう。ちょっと厳しいと思うけど。正義のためになんて魔力、ついに本気を出したってわけね。でも不思議だわ、こんなに恐ろしい魔物を前にしてんのにちっとも怖くない。やばいよキャルッチ、うちも同じ気持ち。隣にキャルッチとヒデサイがいてくれるからうち全然怖くないし。そんなこと照れもなく堂々とよく言えるわね。あんたのそういうとこ嫌いじゃないわ。いやキャルッチ嫌いじゃない、でも嬉しいんだけど、もっとさ違う言い方のやつ言ってほしいかもよ。ほら、はじめがスーで終わりが金のやつ。頑張れ。さあ必殺。あ、でもあんまり削られてない。負担制限あるからな、こっちは。いい削り方だが、削れないな。はい、パワー何回くらいでやれそうな感じやな。おっと、一気に30秒切った。13秒。あ、これ結構いい。さあ半分切ってきたら面白いけどな。あー、
水攻撃力。いいね。あ、死んだ。戻した方がいいのかな。このうつぼになってる。あとは魔法防御力ってのは気になるな。ド M なんだ、魔法防御力をトップって。じゃ、この構成でいこう。もうちょっと。
そんな常識知らないわ。一体どこの世界の常識よ。そんなん青春の常識に決まってんじゃん。そうなの？わかったわよ。じゃあ勝手に抱きついとけば。こちらから新たに現れた強力な魔物に挑戦することができます。頑張って挑戦してみてください。いや絶対無理。ピースが。このお弁当、うちの手作り。ヒデサイのために早起きしたんだ。え？だから授業中あくびしてたのって。バレてた？午後の授業は目パッチリで頑張るからさ。ヘッドリも取れてよ、ヒデさん。キャラ有能かな。キャルの そうなんだ。育成に必要なアイテムが獲得できるクエストです。私、主様のために強くなりますよ。
王の勝利です。恥ずかしめを受ける暇もなかったのです。熱狂的だったが、なんとは勝てた。戦か、いけいけ、押してる押してる。やりました。
で、ランクアップできるんだっけ？ん？あ、かけましょう。今星の数になってんだけど、強そう。
専用装備がどんどん強くなっていく感じがするな。すごいな、90まで上げられる。こちらが2番目なんだ。これレベル上げられるのね。これは入手だな。サンタ。グレアには絶対に悲しい。特定の条件を達成すると報酬がもらえる。もう一回バトルスタジアムでもやる？え、これどういう基準で選ぶといいんだろうな。
全然話にならないよな。はい、ということで、まあ、こちらも進めていかなきゃいけないですね、いずれは。ということで今回は、さすがスズナ、私たちと同じ制服、報酬がもらえますよ。チェックしてみてください。ねえあんた、期末試験の結果良かったみたいね。一緒にあれだけ勉強したんだし、当然といえば当然だけど、頑張ったご褒美に学食でパンでもおごってやるわ。はい、このウィザーディングアンハルデイズ魔法学園と奇跡の鐘の、後編をプレイいたしました。さあ次回はどんな冒険が待っているんでしょうか。よろしければチャンネル登録高評価をお願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォロー、ツイッター、旧、ツイッター、X のフォローお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。